明日あさっての2日間中野セントラルパークで本場の四川料理が味わえるイベント四川フェスが開催されます。各地にある名店の四川料理を一度に楽しめる日本最大級のイベントとして2017年から始まったこの四川フェス、2年ぶりの開催となる今回はウィズコロナ令和時代の食フェスとして麻婆豆腐をピックアップします。会場には幻の麻婆豆腐商店街と題して麻婆豆腐の名店11店舗が登場。持ち帰りもできるのでたくさんの麻婆豆腐を食べ比べることができます。参加するには登録が必要で当日でも可能ですが、事前に登録しておくと豪華商品が当たる抽選にチャレンジできるのでおすすめです。公式ホームページにアクセスし登録フォームからお申し込みください。開催は初日の14日が午前11時からで、2日目の15日が午前10時からとなっています。各店舗料理が売り切れ次第終了となるのでご注意ください。なお雨天でも開催予定ですが、開始時間が遅れる場合もあるとのことですので、最新情報は四川フェスの公式ツイッターをご確認ください。